レ,ベレッジ投資家イチキですす本日もよろししくお願いいたします逆イールドの方もね、2年歳、10年歳の方が解消しておりまして、あとは20年歳、30年歳の逆イールドの方がね、解消すると、純イールドに復活と、その後、半年から1年以内ね、株価の暴落が来ると言われております。 投資信託に差をねえ、含む暴落時の買い方、前回ねえ、説明したんですけれども、知らない人がいてるらしいということでね、もう少し詳しく暴落時の投資信託のね、最高の買い方というのをねえ、皆さんと情報共有していきたいと思います。それでは、スタートです。 NISA 投資組下がって売る空資産形成できないよねという動画の方を、ね、出しておりましてそれにつきましたコメントが下がり始めると毎日購入って永遠に投入資金がある前提でないと無理ですよいつ下げ止まるか分からないんですからというねこ,れこのコメントの方が訳わ,わからんわというコメントがついてるんですけれど私が、ね、説明させていただいたのは基本的には暴落が始まってから 投資信託を購入していくのにあたってね、毎日スポット購入が一番ベストですよという話をさせていただいたんですよね。なぜかというと、投資信託最大の弱点、それは買うにしろ、売るにしろ、今日注文を入れたとしても、その日の15時までに注文を入れれば2営業日、15時以降に注文を入れれば3営業日かかってしまうわけなんですよね。 ということは、今買おうと思って注文入れても、今日を含めて2営業日かかってしまうと、それが15時前ですね。15時過ぎてからですと、3営業日かかってしまうという、ね、ことになってしまいますので、底根付近でね、投資信託の商品を購入しようと思っても、なかなかね、底根付近っていうのが分からない。まあ、そもそも暴落が始まって、 どこが大底か分からない。だから毎日購入していきましょうという話をしているわけですね。そして暴落の定義っていうのも私のチャンネルでは明確にしております。S&P500 だったら20%下がったところ、ナスダック100だったら30%下がったところ、いわゆる弱気相場入りしてからね、毎日購入をスタートしていくのか、それとも弱気相場入りするちょっと手前。 S&P500 だったら15%下落したところ、ナスダック100だったら20%下落したところから毎日購入を進めていきましょう。いつまでですが、それはそこを打って反転上昇していって、ご自身の投資信託の平均取得単価よりも高くなったらね、毎日購入はストップして、毎月の積み立ての方に戻していきましょうという話をしたわけですよね。さあ、ここで、この人は毎日購入って、 永久に投資資金がある前提じゃないと無理ですなんていうわけわからないことコメント打ってきてるわけですよね。え、なんでということで、基本的に投資信託をされてる方は年始一括投資組、もしくは積み立て投資をされてる方が大前提ですよね。そして私は積み立て投資をしている人に向けて暴落時の買い方というのを提案しているわけです。となってくると、その人、 積み立て投資をしているということは、月3万、5万、10万、20万、30万、その人の入金力によって、投資金額っていうのは変わってくるわけですけれど、その毎月の予算を、例えば今月だったら22営業日、1ヶ月でアメリカのマーケットが開くね、日っていうのは、まあ、基本的には22営業日前後だと思いますので、まあ、その月その月、あ 営業日、20営業日だなと、22営業日だなということで、その次その次でもう営業日っていうのが分かってるわけですよね。日本の証券会社さんが空いている日にちです。ということになってきますので、その日にちを割ったらいいだけじゃないんですか ?5 万円割る20とか。 5万円割る22とか、営業日の数え方知らないんですかという話になってくるわけですね。え、なんで無限に投資資金がいるんですか毎月購入してる金額を、毎月購入っていうのをそこで一旦ストップして、毎日購入に変えていくだけと、その予算の中で、1日いくら買うのかっていうのを決めていくわけですよね。 投資信託のいいところっていうのは、100円以上であれば1円単位で買う金額を設定できると、これが ETF 商品との最大の違いなんで、何万何千何百何十何円まで差し値の方を入れて購入していくことが可能だということになります。そうします。毎月の金額を毎日に振り分けていって、さあ、その資金がそろそろ底をつきそうになったら、給料が入金されて、えそれでまた来月の 投資資金っていうのが確保していけるんじゃないんですかということで。いや、このコメント自体ね、何も考えずに売ってきてるんじゃないのかなというふうに思うわけですね。本気で資産形成したいんだったら、どのタイミングで投資信託を買っていくのか、どのタイミングで株を買っていくのか、一番安い時に買いたい。けれど、一番安いところっていうのはどこかわからない。だから、 前提条件を決めて、S&P500 だったら20%、NASDAQ100 だったら30%、もしくは15%、20%、自分でこのラインからというのを決めて、そこから毎日スポット購入。その時の基準価格がご自身の平均所得単価と同一ぐらいねなるまでは、毎日スポット購入。もしくは株価の下落した時点、要は弱気相場入りから逆にね、強気相場入りしていきましたよ、なんていうふうに変わった場合には、 毎月積み立ての方にね、変えていけばいいというね、えー、ただそれだけの話じゃないんですかということですよね。もちろん、スポット購入できる余剰資金のある方は、毎月の投資資金プラススポット購入資金っていうのをどん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 と、 振り分けていくということですよね。もうこんなんは資金管理の中で常識ということしかないわけですよね。そんなこともできないのになんで資産を増やしていけるんだということになりますから、暴落時っていうのはどこで 大底が来るかわからない。だから暴落が始まってある程度安くなった。目処がついた。弱気相場入れしたらそこから毎日スポット購入だというね。なんでこれがね、わ、えー、からないのか。え、なんで無限に資金がなければ。 毎日スポット購入ができないのか、いかにね、自分の頭で考えてないかということですよね。え、誰の資金を増やしたいんですかえ,え、自分の資金を増やしていきたいんでしょと。だったら自分の頭で考えていかないとダメじゃないですか何を思って、え、 毎日スポット購入できないのなんていうことをね、言ってるようでは、資産形成なんてね、夢のまた、夢の先。だから、S、S&P500 とかね、ナスダック100の投資信託の積み立てっていうのは、20年、30年かかってしまうんだということですね。それを少しでも短縮するためには、暴落時にしっかりと、 スポット購入できる資金を残しておいてスポット購入する。そのスポット購入していく資金も一度に入れるんじゃなくて、しっかりと毎日ね、振り分けていくというね、この作業をするかしないかで、1割2割の伸び率っていうのは変わってきますよということになりますので、暴落が来た時に買う方法、それは 毎日スポット購入だということになりますんでね。暴落の定義ももう一度言いますけれど、S&P500 だったら20%マイナス。ラスダック100だったら30%マイナス。弱気相場入りしたら毎日スポット購入を始めていく。弱気相場入りが終わったらスポット購入をやめる。まあこんな単純なことでもいいんじゃないですかということでね。これをするとしないとでは大きなね。 資産形成の違いになってくる。もちろん、スポット購入はできればできるほど、その後の資産形成が楽になるということがありますんで、いかにね、暴落時、チャンスに変えて、少しでもね、資産を増やしていきたいのか、というところをね、考えていけば、このようなコメントがね、つくはずがないということになりますんで、このあたりのことを気をつけていただいて、来年、 来るか来ないかはわかりませんけれど、来るであろう暴落が来た暁にはね、まあしっかりとね、毎日スポット購入プラス、まあ、まあ、毎月積み立てしていたのを毎日購入の方に変えていくと、まあこれがベストな選択だと私は思っております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。